当時はあのシールドとかもですね、分かんない感じで、あのシールドって言われても分かんない感じでしたね。ジャックがどうとか言われてもね、なんだっていう話で、ね、そういう時代にやった曲なんで、完全にその時弾けてなかったんですけど、今日はまあその時よりはいけるんじゃないかと。ごちゃごちゃ言ってますけどね、あのやりたいと思います。ちょっと待ってください。続いてイナです。ありがとうございます。